大変お待た,せいた,しました,ただいまより公益財団法人日本生産性本部主催第6回生産性シンポジウムサーキュラーソサイティの実現に向けてビジネスも暮らしも変わるを開会いたします日本生産性本部はプロダクティビティフォー SDGs を掲げ未来への責任を果たすべく環境と調和し持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます気候変動天然資源の枯渇 環境汚染の深刻化など、地球の環境負荷が高まる中、カーボンニュートラル、SDGs の達成には、循環経済、すなわちサーキュラーエコノミーを軸にしたビジネスモデルへの転換と、それを社会全体で支えるサーキュラーソサイティの実現が必要です。当財団では、昨年7月より資源生産性の観点から、サーキュラーエコノミーの社会実装に向けた取り組みを開始いたしました。 サーキュラーエコノミーを学ぶ研究会や講座を開設するほか有識者、企業、自治体等への調査も実施しております。本日は日本版サーキュラーエコノミーであるサーキュラーソサイティの実現に向けてビジネスと社会の在り方を探り実現への課題や方策を議論する場としてシンポジウムを企画いたしました。最後まままででご参加を賜りすすようどうぞよううどぞろししくお願いいたしますそれでは初めに 公益財団法人日本生産性本部副会長、小林義満株式会社三菱ケミカルホールディングスと取締りより、循環炭素社会、サーキュラーエコノミーでビジネスが変わると題しまして、えー、基調報告をいたしますあの。マスクは取らせていただきますけれども、30分ほど時間いただきまして、えー。えー パネラーの皆さんへの前座を務めるというお役目を果たしていけるかどうか、まあまり自信ないんですけれども、まあ、安う受け合いをしてしまいまして、えーまあ、あの生産性本部の副会長という,う任を頂い,いてますんで、まあ、その任を果たすという意味もありまして、えー、本当にあのお体型だったお話できませんけど私が まあ、自分なりにその自分の会社をですね2007年に社長になって、えー、2015年まで社長をやったんですが、えー、その8年間その快適経営っていうそのあの自分自身の思いをご紹介して、まあ、それからもう15年も経ってるんですけどなかなかそのそのサーキュラーエコノミーであろうが グリーンであろうが CSR 的なものであろうが収益に寄与はしてないんですけれどもまあその辺の苦闘の歴史が少しでもおつわりあの伝えられればと思っておりますあのこういう順番でアジェンダはなってますが、えー、まあこれはちょっと無視してですね、えー、あのまず今日瀬野先生あのパネラーというかコーディネーターで来られてる おられますけれども、まあまさに瀬能先生が、えーえー、あの一緒にいろいろディスカッションをやっていただいたんですが、私が2007年に社長になったと申し上げましたけれども、えー、そのから2年後に2009年にですね、地球快適化インスティっていうのを作ったんです。これはあの当社は生命科学であの 生命科学研究所っていうのを、まあ、月にあの年間30億をずつ使って研究ベーシックリサーチっていうか生命科学の極めてベーシックな研究をやってる研究所があったんですが収益に全く寄与しないということで、まあ、クローズせざるを得なかった30年間、まあ、やってきた研究所ですけど、まあ、そ,そこで30億を減らしたんだから10億ぐらい使っていいだろうと思って作ったのが地球快適化インスティテュートっていうのは基本的に まさにサーキュラーエコノミーでありカーボンのリサイクルでありそのやっぱり人生ってのはただ儲けるだけじゃなくてウェルビーイングっていうか人々のウェルビーイングを企業体っていうのはやっぱりやっていかなきゃいけないんだろう、まあ、全部がその時価総額なりそういうもので表現できるんだったらそれでいいんだけれどもやっぱりこう三次元的に解析してですね会社はは、まあ、軸ってのはマネジメントを エフィシエンシーっていうか、まあ、資本効率の世界で Y 軸はやはりマネジメント・オブ・イノベーションっていいますかテクノロジーっていうかそういう新しい事業の創出なり新しいイノベーティブなそういうものな何者かを作るそれがことでありモネでありそれとやはりマネジメント・オブ・サステナビリティっていう MOS って言葉で呼んでるんですけれどもやはり地球環境を含め えー、あるいは食の問題を含めてサステナビリティに寄与するそういう貢献この3つのベクトルで織りなされているものを、まあ、快適価値としてこれこそが企業の存続の価値パーパスだろうと、まあ、思って、えー、2009年にそういう研究所を作り最終的にまあこういう方向で、えー、そういう意味での、まあ、サーキュラーエコノミーも含めて、えー、立ち上げてきたという歴史がございますが。 まあこの辺に関して今日若干のご紹介ができればとこう思っております。で時代状況は一体何どううなってんだろという、まあ、ここ45年、まあ、AI 含めてあるいはあの、まあ、代表的にはイスラエルのイヴァルノ・いわゆるのはハラリありませんけれどもそのキャピタリズムっていうのも最終的にはデータを握った一人の人間があ、まあ、地球を 制覇するだろうと、まあ、ここで言えばあるいはデモクラシーっていうのは中国を代表とするディジタルディクテータシップにとって変わられるかもしれないう、まあ、そういった議論が極めて、えー、あるわけで、まあ、AI っていいますかネット系っていうかバーチャル系これのまあ重さっていうのが非常にこう前に出てきている中でだからこそ逆にベーシック まあインカムっていいますかベーシックキャピタルっていいますかそういうものが必要だという論法の中で、まあ、今回のウクライナで人類っていうのは基金と疫病と戦争から解放された21世紀だと誤解をしていた結果としてこんな大戦争が21世紀に今まさに行われているんだっていうここをどう考えるのかと同じようにそのバーチャルとリアルっていうのを どう捉えていくのかと同時にやはりこのポストコロナっていうのをどう符号させていくのかっていうことではなかろうかなと思うんですが、まあ、ポストコロナでも特にエネルギー問題を捉えると、まあ、カーボンニュートラルあるいは分散っていいますかそういうかなりその分散した自立した子っていうそういうのがキーワードになってるんではないか。でそこを にあのまあ,あの言ってみれば経済そのものがリアル経済とバーチャル経済で、まあ、僕はこれものすごく抽象化っていうかいい加減なそのまな、あ、イメージとして複数的に考えると分かりやすいのかなと。まあ,あのリアルとバーチャルの掛け算というよりやはりこのベクトルとして捉えるのが今の複合体となったハイブリッド系。 サイバーフィジカルシステムのアウトプットっていうかその A っていうのはアトムの AB っていうのはビットの BI っていうああのインターネットっていうか、まあ、インタンジブルっていう捉え方をすればその最終的なアウトプットはやっぱりその A 需要プラス B 需要かどうかは別としてそういったようなイメージがハイブリッド系の今の経済。とはいえ実際ガーファムがもう 日本の、まあ、3,000社に及ぶ東証一部上場全体でも700兆円しかない時価総額をたった5社でも1,000兆円になっているっていうこの価値って一体マーケットにおける価値っていうのをどういうふうに表現したらいいんだろうか。ここで言う B の重さっていうのは先ほどのイバンのハラりではありませんけれどもものすごいバリューアップしている。 まあ、リアル系ですとあのトヨタさんがですねこれだけ社会に貢献しお金をしっかり儲けていてもこのテスラにも及ばないというこの現実これをどう捉えるかっていうのは、まあ、僕なんか極めて重いあの強いなんていうか問題意識持ってるんですけどこの前 JSR の小 JS 芝さんと話してたら。 今の,今の時代っていうのはまあ G より RR よりビットビットよりキュービットだと、まあ、量子コンピューティングっていうかそういう時代が新しい価値を生んでるとこういうことでみんながここにはせ参じてるわけですがまあ僕はまさに循環経済なりあるいはそのプラスチックのリサイクルなりあるいは CO2 の還元回収なり ここれこそがもう1回リアルの復活なのかなここにその今までのバーチャルなテクノロジーも合算して新たに新しいツールを見つけるっていうのが今からの,あの、まあ、全体の経済空間ではないかなとこんなように思っているわけです。まあ、あの今日はあの本題ではありませんからこの辺の消費者余剰とかですね、まあ、GDP って一体そもそも何やと。 g d p にプラスうー、まあ、あのベタタ・ライフ・インデックスとかですね OECD のおー本当に GDP が実体経済を表現しているのかっていう問題提起も含め、まあ、あ,のおあるいはエネルギー問題も含めこれはやはりサーキュラー・エコノミーに結果としてはあのお どう組み込みながら考えていくかというところが非常に今後の進め方としてはポイントになるのかなという気がします。あのまあこれにあの僕はもともと化学の研究者なんでですねそのまあちょうどう55年ぐらい前ですか。 あの光合成やりたいいなっていうか、まあ、光化学とかですね、えー、放射線化学とか、まあ、そういうのが専門にして、えー、あの当時壊せるベートとかですねオパーリンのそんなのが流行った時代でしてオートグレーブの中にアモニアと CO2 と。 なんか適当な酸を入れて高温高圧でやると生命が出てくるんじゃないかアミノ酸が出るんじゃないかみたいなのが流行ってるのともう一つやはり光化学で CO をある酵素なり何か使って、えー、ハイドロカーボンにするっていうそういうあのどちらかというと培養系の研究っていうのに興味がありましてあの会社に入った最初の研究っていうのは まあ、そういう酵素を使っての水を分解して水素と酸素にするっていう、まあ、そ,そんなことをやっててあれから50年ほとんどメカニズムが分かってもあまりテクノロジーとして進んでいない。でまあ,あの文字通り今の CO の還元系、まあ、あるいはプラスチックのリサイクル系も含めて。 今回ネドで300億のお国のお金もついたわけですけど光合成に対してはすごくあの考えが2つに分かれていてですね50年もやってまだ進まないのを何年やったって意味がないだろうそれをやるならダイレクトエアキャプチャーの方がいいっていう議論といやまあそうは言っても人類の夢としてのこれはもっと強力に。 予算立てして進めるべきだっていう、まあ、2つに分かれているかと思うんですがあの循環経済を論ずるのはまさにこの循環炭素科学っていいますかあの世間では脱炭素とか低炭素とかですね、まあ、そういう言葉を一般的に使われてますけどもう地球がその何億年も ここ、まあ、150年前産業革命前までは CO がまあ大体 270ppm ぐらい地上で存在してたっていうのはやはりこの植物と動物のメタンプス構図っていうかあの循環輪廻結局植物が CO2 と水と太陽光から炭化水素を作って動物が炭化水素を 食して酸素と酸化してたあの動力源にして CO2 を吐き出すっていう CO2 のキャッチボールでなりうまく平衡を保ってここまで来たんですが内年期間なりまあそういった人類が急激にそのお石炭石油を燃やして新しい知恵を出して異常なまあある意味のウェルビーングをエンジョイしたがために 急激に 400ppm 超えてしまったっていうこれをいかに戻すかっていう循環するかっていうそのリニアな時代をどうもう一回コマを回すかっていうか循環するかですから脱炭素とか低炭素っていうのはすごく分かりやすいんだけど本質はやはり循環炭素これ,これをもう一回どう取り戻していくかそういうことじゃないかなっていうそ,それはまさに循環社会循環経済の 基本的なところであのあのクライマットチェンジそのものこそを低炭素とか脱炭素と言ってるようでは考え方がまだリニアじゃないのかな。やっっぱり循環するんだっていう地球人類が神にならなならきゃいけないいけかっていう先ほどの AI とかあのノア・ハラーリが言ってるように人類が、まあ、神に近づくっていうかデジタルっていう名のもとに人工知能という名のもとに まあこれが対立関係にあるのか共存関係にあるのかは別として新しいステップに入るっていうのがそのネット系って言いますかバーチャル系であるならばあるいはコンピューター系であるならばソフトウェア系であるならばハードウェア系っていうのはそのリニアなものをどう循環させるのか回すのかこれもやっぱり今までなかったもも文字どおり輪廻の世界を 回せるか、まあ、言ってみれば今までできなかったそのリアルのところに神に近づくっていうそのぐらい難しいことではなかろうかとこういうふうにあの私自身は思っております。ただやっぱりそれをやり抜くにはここにありますように、まあ、今までその石油石炭言ってみれば1億年地下に眠らして新しいおいしいワインまで熟成して。 そ,そこでこうあの使ってきたエネルギー源をたった一日にして光合成的なものとか触媒的なものとかある人間の新しいシステムでそ,のそういう循環を,を加速することによってエンジョイするってうそういう仕組みっていうかエコシステムを作るっていうそういうことへの挑戦なのかなと勇気もしてます。あ これがあ,のあれなんですけど先ほど申しましたそのちょうど僕が社長になった時先ほどの3次元あの企業の価値っていうのはそのいかに資本効率を上げるかみんな相互関連してるんですけどそれプラスそのイノベーティブな何か新しいものを仕掛けを作って社会に貢献するのとサステナビリティを重んじて。 えー、その3つの軸のベクトルの集合体なんだという考えで経営はすべきだと思ってずっと今もそうなんですがその中でとりわけマネジメント・サステナビリティの中で3つが重要じゃないかこれは2007年にスタートしたんですが明日に向かっての快適価値って一体何なのかっていうのは地球環境的な意味のサステナビリティそれと人々のヘルス それと生活空間でのコンフォートっていう、まあ、この3つのクライテリアをしっかり満たすようなアイテムのけ研究開発なり事業をやりたいと思っても,もうかれこれ15年前なんですが作ったのがあ、まあ、始めたのがこの植物由来成分解析、樹脂水処理リチウムイオンバッテリー炭素繊維ではまあこれこそあのサステナビリティそのもの。 あとヘルスとしてワクチンなりミューズ細胞なり医療 ICT あるいはまあかなりいろんな機能物質というようなまあこんなことを始めたんですがこれも一つそういう意味で研究開発から実際の事業開発に転換したこれ15年前なんですよねこれこういうアイテムなんです炭素繊維の複合剤。 ガリウムナイイトライドこれは LED として、えーまあ、アプリケーションを考えてたわけですけど今や、まあ、全然違ったあのアプリケーションがあるわけですけどこのガリウムナイトライドそれと今のところうまくいってない、まあ、今ペロプスカイトで新しい局面が出てくるかもしれませんけど有機系の太陽電池リチウムイオンバッテリーの、まあ、いろいろな部材有機 EL あと、まあ、あの植物工場と。 ミューズ細胞等の再生医療なりワクチンを、まあ、始めたわけですがこの中で今儲かってるのは残念ながら今でもまだリチウムイオンバッテリーの材料電解液とかアノドぐらいであとは全部苦戦してまして今日の主題でありますその植物由来ポリマー成分解成ポリマーこれも,もう30年やってるんですよね研究開発はそれで あのタイに合弁を作って PPT っていうタイの石油公社と今でも工場が、まあ、2万トンの工場があるんですがあの2017年に本格プロダクションを始めて、えー、非常にここへあのウミガメの目にプラスチックが刺さったあの衝撃的な写真、えー、がトリガーになったとは言いませんけれども、まあ、非常に世の中が。 植物性のバイオディグラダブルなプラスチックに関心をここ3年ぐらい思っていただくことになって引き合いはめちゃくちゃ多いんですがなかなかそう簡単に黒字化しないっていうのが現状でして何が痛い,いかっていいますとそのイノベーションとかですねそのまあバーチャル系っていいますかネット系っていいますか IT 系ってのはかなり時間軸が短くても 大変な成長を短期間に期待できるイノベーションを期待できるんですがこのハード系って言いますか特に素材系っていうのはですね本当に時間がかかるっていうのはこれ15年かかって、まあ、あのテクノロジーそのものでさえ有機系の太陽電池っていうのはまだ実用化してないでそうこうしてるうちにみんな中国にまあ追い越し追い越されてるわけですけれども まあこういう中で我々が今日本に位置してどういう戦いを挑んでいくべきかっていうことも常にえ考えておかなきゃいかんのかなっていうのもまあ一つございまして、あのー、この植物用ポリマー水分解性ポリマーにももう多種類ございますんで今日はあのその辺はあの資料としては一部お渡しはしてますけど、まあ、あのメチルメタクリレイトっていうアクリル酸 アクリル樹脂のものから始まってあの非常にバイオ系にこう転換するっていうのも一つですし、えー、このバイオ PBS っていうポリあのブチルサクシネートっていう、えー、コアク酸とポリエステルなんですけどあのまあそういったさまざ、あ、まな物質があるんですがあの先ほど来申し上げましたようにう まあ今までの消費者っていうのはですね5高いいと買ってくれないんでしたよね。ただ最近は非常にサステナビリティコンシャスな社会になりつつあってあのアンケートなんかによりますと、まあ、20%や50%プライスが高くてもおその環境に優しいものであれば買うんだという、まあ、消費者 の傾向も変わっては来てはますが、まあ、そういう意味で先ほど言いましたように、えー、あのこれはああのあの先ほど企業価値ってどうなもんかっていうのはその X 軸っていうのはもうけの部分とお Y 軸ってのうのあインタンジブラセットっていうかテクノロジーの部分とお Z 軸がまあ地球環境も含めた軸。 でまあ、このベクトルの相和なんだよと申し上げましたけれども、あのー、結局は企業経営っていうのはまだまだその X 軸に相当依存して経営はやるざるを得ない,い、まあ、こことのまああ,のあれですよねどういうバランスを取ってやっていくかっていうこの辺りが非常に経営の まあ意思っていうかパーパスっていうかそこを問われてるんではないかと思います。でまあこれはまあ少ないデータなんですがそういう意味で、えー、2020年近くまでの三菱ケミカルホールディングスの、まあ、4つの主要会社のそのパフォーマンスをですねさっきの X 軸と Z 軸っていう形で見まして、えー、やりますとまああのパフォーマンス 先ほどのこの相関から見るとですね、えー、お金儲けをしようとするとあお金儲けをより効率よくやろうとするとコストを減らすってことにどうしてもリニアに頭がいくとすればそのコストを減らすってことは工場の CO2 削減なりその先ほどのバイオデグラダブルプラスチックに投資するお金を減らせれば当然いいわけでそうすると、まあ、負の相関があるんじゃないかな やりだした頃はひょっとしてと思ってたんですがどうもこの10年ぐらいのデータをまとめてみますとまあそうでもないとやっぱりお金儲けをちゃんとできる効率のいい組織はやっぱりマネジメント・オブ・サステナビリティのミッション到達度もまあそこそこ高いきちっと儲かったから余裕があるからそっちのミッションも あの心が行き資源がそこに避けるからなのか、やっぱり意識が高いところは両方とも良くなるのはその辺のあのお理由付けはわかりませんけれども、まあ,あの少なくともお負の相関はないというようなそんなデータも持っております。もう一つあのこれもご紹介ですけどあの、アリゾナステート大学って前々からサステナビリティ学では非常にまあ東京大学も 十数年来からサステナビリティ学って講座もあったわけですけれども、えー、進んでおりましてこことその地球快適化インスティテュートっていう先ほど申しました2009年に作った研究所とちょうどあの10周年記念の時に共同研究所を作りましてザ・グローバル快適センターっていうのを作って今やってるアイテムがですね まあ、あのこの未来における社会価値の可視化っていうのは先ほど申し上げたように社会価値とか、まあ、企業価値とか国家価値っていうのと、まあ、そ,うそういうのに相関したそういう議論ですがこれやっぱり今メインにやろうとしてますのは科学産業へのサーキュラーエコノミー概念の導入とロードマップの作成とかあるいはあの食品ロスフードロスの問題とか。 あるいはもちろん CO2 排出負担の社会システムの構築等と、まあ、こんなこともまあ一緒にやっておりますあの。もうそろそろ時間になりますけれどもあの、まあ、今日はあの当社でやっている詳細のこのサーキュラーエコノミー特にプラスチックのリサイクルについてご紹介は省きますけれどもあの最初に申し上げましたように バイオプラスティックと言いますかバイオディグラダブルプラスティックを最初はメインに始めまして、まあ、LCA の進化、えー、あのもうほぼさまざまな材料について、えー、特に樹脂について、えー、添加剤も含めてですね検討してきたのと、えー、もう少しフィジカルに、えー、実際のプラントでの実際のプラスティック リサイクルの問題にも積極的に。共同で今手を打ち始めているということをやっております。まあ、あの。まあ、この辺の一個一個の材料については、あの、ご紹介は省きますけれども。まあ、これとって。もう歴史的には十年二十年経って。 なかなかお客様のもとにリズムなブルなコストで出すところにまで行ってませんということですがまあ企業におけるイノベーションっていうのはなかなかあの思ったように、まあ、少なくとも僕の感覚ではあまりに時間がかかっているとただしそれでもやるっていう意思がやはり必要なんだけれども あっという間に外から来て食べられてしまうっていうのをどうブロックするかっていうこの辺も非常に重要な思いなんじゃないかなと思ってます。あのまあ例えば一つ CO2 のリサイクル一つとってもですね、まあ、光合成あるいは光合成と一言で言ってもケミカルに持っていく場合はあの水素と水をスプレッドして。 水素と酸素にして CO2 と水素の反応で一般的にはガス屋さんはメタネーションと言いますかメタン経由で天然ガス含めたそういう使い方っていうのをエネルギー源としては使うんですが物質源として注目するケミカルはむしろメタノール経由でオレフィンを経由して今の おプラントってますか今の石油化学のおそういうディリバティブの体系にこうは,はめていくという思考を取りますんで、あのーまあ、こ,この辺の定義なり考え方ってのも今から相当そのコストベースで深めていかないとお2050年あるいは2040年にはなかなか間に合わないっていうのは。 今までの時間軸を見ていると感じるところでありますと、えー、めのない話をいたしましたがもともと僕の事務局は体系的に資料を作ってくれてるんですが、えー、私としてはそれだとなんとなく話しづらかったんで <laughs> 全くランダムに喋っちゃいましたんで分かりづらかったかもしれませんけど、まあ、あの世の中 ESG 投資っていうことで。 今世界のこれだけ乱高下は株式してますけれども先ほど申しましたガーファンはやっぱり1,000兆円は変わってませんし、まあ、石油天然ガスが値上がったんで一部の,あの部分では極めて乱高下なんですがその今世の中世界のマーケットにある一挙3,000兆円の中で全体としてはやはり3,500兆円ぐらいが。 ESG に投資されているただ株式としては1,700兆円ぐらいですから、まあ、10%から20%はやはりこういうところに投資されているっていうことに、まあ、一部先ほどの三次元的解析の中で非常に重要性が Y 軸 Z 軸に来ているなっていうのがここ10年の実感ですし、まあ、インタンジブルアセットに至ってはまさにもう今や人への投資。 まあそういう部分の重要性が増していると。でまあもう一度申し上げますけれどもあの企業価値っていうのはやっぱりこういった形で、えー、三次元的に解析すべきではなかろうかでその演益っていうかアナロジーとして、まあ、やっぱり国っていう価値もですね、まあ、こういった解析で。えー やっっていいいたらかかがかなっていうのをお今あの、生産性本部で最近立ち上げを表明しました令和臨調ではこういったことも議論をしたらいかがかなというのが、まあ、私の主張でございまして、まあ、X 軸としては GDP って本当にいつまでも、まあ、この30年間日本はもう GDP ほとんどフラットなんですけれども。 その原因等を含めあるいは新しい資本主義って形でこの GDP を増やすっていうことあるいは給,給与を上げてますます好循環っていうそういう単純系で本当にいいのかも含めてですねこういった議論をするのがまあ X 軸なのかなもっと言えばそのエフィシエンシーっていう意味ではシェアリングエコノミーとか今今日の課題になるところのサーキュラーエコノミー、まあ、こういった議論当然今や 経済安全保障っていう、あるいは、まあ、対中国という意味でのサプライチェーンというか、まあ、今回、えー、コロナで、えー、我々が思い知った部分とあの、まあ、Y 軸になりますと先ほどキュービットじゃありませんけどその量子の世界あるいは 5G6G そういう通信とエネルギーの部分なり もっとリアルなあの少なくとも素材がしっかりと背負わなきゃいけないこの環境カーボンニュートラルっていうかリアルな世界これとの関係性をどう,どうお互い効率よくしていくのかっていうあたりそれと、まあ、これも全くもって、えー、議論の中心になるべきこの財政社会保障っていうのはこの文字通りのサステナビリティ。あの 地球環境のサステナビリティではなくて人類そのもの社会そのものの社会保障を含めたサステナビリティの議論等々を含めてこういう分解析で、えー、最終的な評価っていうのができ得るのかあるいはこういうものの定量化っていう意味がどう,どう見つけていったらいいのかっていうような議論にも落とし込んでいきたいなとこう思っておるところでございます。 非常に雑白でなんかものすごく分散したお話になりましたけれども一つでもなんとなく私の思いが分かっていただければ幸せだと思いますどうもありがとうございました小林区会長ありがとうございました、えー、ただいより、はい、アネルディスカッション日本版サーキュラーエコノミーを目指してを開催させていただきます えー、パインスの皆様をご紹介いたします、えー、皆様から向かいまして一番右手にお座りの方が、えー、横浜市政策局競争推進課担当係長関口正之様ですはいあの関口です今日は皆さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、続きましてお隣がアミタホールディングス株式会社代表取締役社長兼 COO 佐藤博之様でいらっしゃいます 佐藤です。よろしくお願いします。続きまして、お隣がトヨタ自動車株式会社チーフサステナビリティオフィサー大塚由美様です。大塚でございます。よろしくお願いいたします。お隣がコメンテーターをお務めいただきます NPO 法人産学連携推進機構理事長瀬能健一郎様です。瀬能でございます。 どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします最後に左端でございます進行役を務めます公益財団法人日本生産性本部エコマネジメントセンター長北川和則です北川でございますどうぞよろしくお願いいたしますそれではここからの進行は北川センター長にお願いいたしますよろしくお願いいたします はい、ありがとうございます。あの、本日はお忙しいところ、たくさんのご出席者の皆様お集まりいただいているというふうにお伺いしております。また、えー、パネリストの皆様、本当にお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。えー、早速ですけれども、あの、非常に時間がタイトの中、えー、パネルディスカッション始めさせていただきたいと思っています。 えまずですね、あの、本日ご出席、オンライン等でご出席いただいている皆様にはですね、サーキュラーエコノミーということについて、まだまだ十分に熟知いただいてないということから、サーキュラーエコノミーについても、基本的なところも含めて、と、ま、っ、あ、かかりとしてわかるような資料をということで、準備をさせていただきましたので、こちらを用いてご説明をまずさせていただきたいと思います。 えー、私の方で準備させていただいた資料ですけれども、こちらに、えー、これはポイントは出ないんですね、あ,出るかあ、えー、サーキュラーエコノミーによるトランジションの方向性と、えー、今日のシンポジウムのテーマにもありますように、まあ、ビジネスも暮らしも変わるということでありますが、それが具体的にどういう変わり映えをしていくのかと。 いったあたりのところですねイメージとして掴んでいただければということで準備した資料でございますまずここに一枚目のスライドではサーキュラーエコノミーでは製品のリユース長寿命管理を重視するというふうなタイトルをつけております今までの 3R とですねサーキュラーエコノミーどう違うのかというふうによく聞かれることがありますけれども えー、これまでの一般的な意味でのです、ね、サーキュラーエコノミーといいますと、えー、廃棄物になった、まあ、使用済みになって製品がです、ねえー、それを材料選別してリサイクルするというようなところ、これはどちらかというと、比較的広域な形での材料をたくさん集めて処理するというようなループであったというふうに思います。しかしながら、えー、サーキュラーエコノミーでは、このより内側のループにです、ね、注目をする。 重視するというのが一般的なスタンスであるというふうに理解をしております。それはどういうことかというと、製品をですね、できる限り廃棄物にしないで、長い期間にわたって製品を使用続け使用 使い続けるという、えー、管理をしていく、これを製品のライフサイクル管理というふうに呼んでますけれども、えー、こちらの方に重点を置くということで、リサイクルよりもリユース、あるいはシェアリングだとかサブスクリプションと呼ばれるような形で製品を使い続けるというところに、まあえー、大きな重点を置くということです。また、えー、かつての 3R のリサイクルとですね、違う点において一つ言えば、 廃棄物になったものに着目、注目してリサイクルをするというよりは、むしろリサイクルから生まれたところのですね再生材というものを製品メーカー等が使っていく、その投入材料としてですね再生材とか中古部品、これを使っていくというところにより重点を置かれるというのがサーキュラーエコノミーであるというふうに考えております。 えですので、えー、まサーキュラーエコノミーというのは今までのその売り切り方大量生産、大量販売といったような物質中心の経済からですね、まあ、そこのところ座標軸で捉えると所有と消費それから製品、物質といったところに囲われたゾーンだと思うんですがこれを より右上の方のゾーン、つまり、機能、情報、それから共有、しようという形の製品をサービス化して、機能を提供していくような、そういう在り方の経済を目指していく、これをもってサスティナビリティを目指すというところに、サーキュラーエコノミーの基本的な軸があるのではないかというふうに思っております。 えですので、サーキュラーエコノミーにおいて、ですね今後起こってくるところの具体的な変化ということに関して見てみますと、まあ、こちらに書いてあるような、えーまあ、具体的な文字でもってですね追っていただくと分かりやすいかなというふうに思いますけれども。 よくモノ消費からこと消費とかですね、いうふうに言われます、それともう一つ、やっぱり大きな違いとして、グローバル経済というよりは、各地域ごとに住民とか、あるいはそこの事業者の方々に寄り添った形での新しいサービスを生んでいく、ビジネスモデルを作っていくというところにサーキュラーエコノミーの大きな変化があり、でこの流れが同時に、脱炭素や DX と。 いったものととと併,併合してですね進んでいくといくうところにポイントがありまたそれは単なるサーキュラーエコノミーだけでなくて ESG や SDGs の価値というものを生み出していくといったトランジションが起こっていくというものがサーキュラーエコノミーであろうというふうに考えてこの3枚ほどのスライドをご用意をさせていただきました。でではあの早速ですけれども 最初のこのパネルディスカッションの最初はサーキュラーエコノミーへの取り組みのご紹介ということで、まずはですね、トヨタ自動車の大塚様の方からご発表、十分ほどの時間ですけれどもお願いできればと思います。順番にお願いいたします。はい、それでは改めましてよろしくお願いいたします。え今日はあのトヨタのサーキュラーエコノミーへの取り組みということで。 アクセンチュアさんの5つのビジネスモデルを参考にさせていただきながらまとめており、お話をさせていただこうと思っております。えまず 最初にあの車の特徴といたしまして非常に使用年数が長いだいたい10年から12年ぐらいということが挙げられると思います。あの少しあの極端な例ではございますけれども見ていただいています写真はまあ、ランクルがですね非常に過酷な状況で長い間お客様に使っていただいている様子でございます。 ランクルでなければいけないところがあるということでそこはある意味ランクルの車が止まってしまえば人の命にも関わる命を運んでいるようなものだというふうに考えましてランクルに限らずですけれども強い責任感を持って開発、生産、販売に取り組んでおります。 ですので、すのお客様に安心して乗り続けていただけますように世界中の道を走りまして現地現物でお客様が使われる状況を把握しまして耐久性の高い車そして修理のしやすい車そして部品の入手しやすさというパーツの供給体制も整えてきております。 また愛車という言葉がございますけれども車は唯一愛がつく工業製品だというふうに申しておりまして車を長く愛して使ってくださっている方がいらっしゃいます実は私サステナビリティの仕事をする前はですねガズレーシングカンパニーというモータースポーツとスポーツカーの担当する車内カンパニーにおりましてそこであの かなり前に販売を終了した、まあ、車両の部品パーツですねヘリテージパーツというのを、えー、お客様に提供するプロジェクトを始めましたあのスープラの、まあ、オーナーズクラブの方にですねメーカーがそこまでやってくれるのっていうふうにすごく喜んでいただきまして、まあ、そういう笑顔を励みにやらせていただいております。 このようにですね企業としてお客様第一という視点で取り組んできたことがサーキュラーエコノミーのですね製品寿命の延長というところに少しでもお役立ちできてきたのではないかなというふうに考えておりますもちろんあの長寿命化の努力だけではなくてですね回収とリサイクルにも取り組んでおります。トヨタはパリ協定が 合意されました2015年に環境チャレンジ2050というのを策定いたしまして CO2 の削減ですとか生物多様性などチャレンジ6つを掲げておりますけれどもその中の1つがですね循環型社会システム構築へのチャレンジでございます。 取り組んでいるのがトヨタグローバル100ディスマントラーズプロジェクトと申しまして日本で取り組みをグローバルに展開をしていくということで海外でも環境負荷を抑えてそして住民の方々の健康や安全を確保するために廃車をです、ね、適正に処理する社会システムの構築を目指しております。 具体的にはディスマントラーという解体業者の皆さんのモデル施設を世界中に設置するということでマレーシア、ブラジルアルゼンチンベルギー日本でモデル施設の設置を完了しております。 そしてです、ね、もう20年近く世界中の解体事業者の方々を実際に訪問させていただきまして実情調査して解体しやすい分別しやすい構造を考えて新型車の設計に織り,組んで織り込んできております。 またです、ね、世界中で使用済みの自動車の資源が究極的に再び車を製造する際の資源として活用できるようにトヨタグローバルカートゥーカーリサイクルプロジェクトも進めてきております関係会社と協力いたしましてハイブリッド車ですとか燃料電池車に使用されています気象資源を回収や再利用を推進しております でこれから電動車がどんどん増えてまいりますので、その中で電池につきましては、2030年までにグローバルに電池を回収して再資源化をする仕組みの構築を完了するということを目指して進めてきております。えここまでが自動車メーカーとして作る責任に関わる取り組みでございます。この数年前から、ですね、まあ、ケースというコネクティと、 オートノマス、シェアリング、そしてエレクトリックというまあ領域、新しい領域で技術の革新が進みまして、まあ、車の概念も大きく変わろうとしております。トヨタは自動車整備造業からモビリティカンパニーにモデルチェンジをしていこうと。 いうふうに宣言しておりましてまあこれまでの領域を超えてですね価値創造ですとか SDGs に代表されるような社会課題の解決に貢献していきたいというふうに考えておりますモビリティカンパニーとしての私たちの提供価値やビジネスモデルがどう変わっていくのかですけれどもサーキュラーエコノミーで重要な製品のサービス提供という形で の事例としてキントと,と,というのはです、ね、車のサブスクリプションサービスの名前でしてモリゾーセレクションのモリゾーというのは豊田社長がレーシングドライバーとしてレースに参戦するときの別名でございますですのでこの商品はです、ね、実はモータースポーツにヒントを得て開発されたものです。 あのもともと車の最新技術といいますのは、まあ、車の、まあ、商品改良フルモデルチェンジですとかマイナーチェンジの際に、まあ、新型車に織り込まれて提供させていただくということしかできませんでしたので、えー、車がまああの そんなに頻繁にモデルチェンジするものでないということも含めて技術革新のスピードとそれをお客様にあのご提供する間にです、ね、ギャップがあるというふうに感じておりましたでこの車の進化をです、ね、タイムリーにお届けしたいというふうに考えまして日々あの車が進化しているレースの現場にあの直目をしました。 皆様、どれくらいのお詳しいか分からないんですけれども、モータースポーツの現場といいますのは、まあ、あのレースの前、それからレースが始まってからもです、ね、予選、本戦という中で、まあ、ドライバーが車に乗っている間のデータですとか、もしくはくあの自分の自身の感覚のフィードバックを受けてです、ね、どんどん車をあのアップデートしてまいりまして、ドライバー自身がこう操りやすいようにです、ね、まあ、パーソナライズをしてまいります。でこれをです、ね、サブスクリプト ションサービスのキントと組み合わせまして車をお届けした後もですねソフトウェアを、えー、アップデートすることによってお客様に寄り添って車が進化していくということに、えー、チャレンジしようとしておりますあの実際のデモ体験をしていたお客様からはですねすごく短時間に車がこう自分に寄り添って進化してくるというのは今まで体験したことがないとすごい楽しかったというお声をいただいております。 森蔵セレクションに続きまして新サービスのキントファクトリーというものも今年の1月に開始しておりましてこれもですねお客様が車を購入した後の技術革新に合わせて進化をお届けするということで第1弾アップグレードとしてですね、まあ、ブレーキをかける際にちょっと急激な揺れが起きないような滑らかブレーキというですねトヨタ初の機能をソフトウェアの 書き換えを通じてご提供するということを考えておりますまたあのリフォームとしてシートの表皮なんかも取り替えさせていただくということを考えています サーキュラーエコノミーですので、まあ、バリューを生んで、ですね経済を回していかないといけないということなんですが、まあ、これまでのように新車を買っていただくだけではなくて、ですねソフトウェアに着目したりですとか、部分的にハードを追加したり、交換したりということで、環境負荷をかけずに新しいバリューを生むということにチャレンジをしております。そしてあの、うん プロジェクトでございます。これはあのトヨタがモビリティカンパニーへの変革をしていくという象徴をするプロジェクトで、まあ、これまでの取り組みに対してこれから先の未来に向けた取り組みでございます。あの自動車を開発するときはですね、テストコースであの車を乗り込んで走り込んで開発するんですが、これはもう実際の街をテストコースとしまして、まあ、未来に向けた技術やサービスを開発していきたいということです。で、車はま単体ではなくです、ね。 社会システムの一部として、まあ、ビッグデータと連携してまたさまざまなパートナーの方ですとか住民の方と連携をして、まあ、人物情報のより高効率な移動を実現していきたいということで、まあ、エコノミーですとか社会のあり方そのものもですね皆さんと考えていくことになるのではないかと考えております。えすみません最後でございますが すいません。ちょっと先に送るあ、失礼してすい、ね、ません。と、さきらす。あのエコノミーの実現にはまあ、壮大な変革が必要だと思ってますが、そこであえてあ少し違和感感じられるかもしれませんが、街一番というアプローチが重要ではないかなと思っております。これはあの社長の豊田が就任前から言っているえー、まあ。 キーワードなんですけれどもまあ、世界一でもなくその国一番でもなくその街一番を目指していこうということでまあ、その街で一番信頼される存在になっていきたいという考えでございますこのいろんなコミュニティのですね一員となりましてまあ、やっぱり現場起点で 環境と人々の幸せと経済をどうやって両立させていくのかということをですね一緒に考えていって、まあ、一歩一歩行動することが非常に重要ではないかなと感じております。というのもあの地域も人も本当に多様でグローバルベストが必ずしも地域ベストではないということだからでございます。各地域地域の取り組みの積み重ねが、まあ、グローバルに見ても 実効性があることになっていくとそのように考えておりますですのであのサーキュラーエコノミーの実現に向けましてもえ様々なセクターの皆様ここにいらっしゃるような方々とえ一歩一歩取り組んでいけたらなと考えておりますご清聴ありがとうございました 大塚様、大変わかりやすいご説明ありがとうございました。では引き続き、アミタホールディングの佐藤様からご発,、えー、ご発表をお願いいたします。はい、えー、ただいまご紹介に預かりました、アミタホールディングスの佐藤と申します。改めてよろしくお願いいたします。あのアミタという会社はですね、あのまあ 真正面から本気で泥臭く持続可能な社会を作ろうということでその社会はというとその発展すればするほど、えー、自然資本と人間関係資本が増加する、まあ、そういう社会を作りたいというようなことで、まあ、現在未来デザイン企業ということを標榜をして取り組んでおります。特にに重要視をしているののがが循環型関関係係性性ですね関係性が分断されたところにやっぱり社会 問題が起きそして環境問題が起きるというようなことを考えておりまして改めて関係性をいわゆるエコシステム社会のようなものを再構築していかなきゃいけないんだというふうに考えている会社でございます。これはあのざっと振り返ったものであれですけども現在はですね、まあ、下に書いてあります通り私どもの会社にも非常にこうサーキュラーエコノミーのニーズというのが大変寄せられていて特に えー、ポストコンシューマーマのとこですね最終的に1億2000万人のところに行ったものをどうするのかというところそれに対して今日ちょっとご紹介をしますのが「まあ、めぐるステーション」という取り組みと、まあ、最後に簡単に JSEP ジャパンエコノモ、えー、サーキュラーエコノミーパートナーシップというお話を少ししたいというふうに思っております。 でこのグルステーションというのは一言で言いますと、えーまあ、資源をです、ね、回収に行くのではなく資源を持ち込んでくださいとでいつでも空いていますのでいつでも分別できるところがあるので持ち込んでくださいというものを設置するこういうステーションを設置するという、えーまあ、事業ですでざっくり言いますと小学校区に1つぐらい今、全国に小学校が2万数千戸ありますけれどもコンビニが5万超えてますね 将来はですね日本中のその資源循環インフラとして毛細血管のようなインフラとしてですねこれを全国に張り巡らせると、まあ、こういうような構想を持っているものでございますでこれで何が解決できるかっ我々はですねその単にサーキュラーエコノミーを推進していくということだけではなくてこれ左側にありますけれどもやはり地域のど真ん中の課題これを解決するものでなければ 人の心は動かないし地域の自治体の皆さんもなかなかこれは思い越しを上げられないという中で人口の減少や少子高齢化そして介護や医療費の増大という今非常にこう厳しい地域の状況を解決を同時にするというようなものでなければやはり根付かないというふうに考えておりますそしてその地域の課題の背景にあるのはやはりそのコミュニティの希薄化と。 人間関係の希薄化が、まあ、いろんなその共助の仕組みがない中で行政におんぶに抱くこというような構図を生んでいる、まあ、これも合わせて解決したいとそれが下にあるような地,域地球関係問題の解決にもつながると、まあ、こういうふうに確信、えー、をしております。えーまあ、近代は分業化と効率化で、えー、非常にいい社会にはなりましたけどもこれから必要なのは縦割りではなくて統合的な解決の手段ではないかと。 というふうに考えておりまして、まあこれがその一つになるのではないかというふうに思っております。で、どんなものかというと、まあこの写真を実際にご覧いただいたらと思うんですけれども、えー、主にこれ神戸市と、えー、生駒市でやってる写真が載ってますけれども、まあ左上にありますように、まあ非常にこう細かく、えー、まあものを分けていただくという、えー、まあ場所を用意してるんですね。 これシンプルです、もう箱が置いてあるだけというようなも,うものすごいアナログな仕組みでございますで。ここに皆さん持ってきてもらうんですけども、でそうすると、まあ、なんていうか、大変高品質なものが集まります。ほとんど汚れていないし、ほとんど異物はないです。そういったきれいなプラスチック等々がここに集まりますで。これは当然ですね、コミュニティの方がここに集まるので、変なもの入れられないんですね。 みんなお互いの抑制も働く中で、いいものを入れようと、私も協力をしようということが誘導されると、こういうことで大変高品質なものが集まります。そして、ここにですね、多くの方々が来ます。で、ゴミというのは出さない人、皆さんいらっしゃらないですよね。すべての家からゴミというものが出ます。 なので、我々これからその誰一人取り残さないという SDGs のような取り組みをしようと思ったときに、実はゴミというのは非常にキーになるのではないかと、まちづくりのキーになるのではないかというふうに考えております。で実際問題、ここはですね、大変あの子供たちの居場所にもなり、お年寄りのサロンにもなり、そしておじいちゃん、知らないおじいさん、おばあさんと子供たちの世代を超えた交流の場になっています。で 多くのおじいさんとかおばあさんたちがですね、まあ、実際に外出の機会も増えて人との会話も増えたというようなことで、まあ、かなりこう健康や幸福につながるような動きが起きております。でこれはあのここでは NEC さんのグループ含めてですね ICT を活用しておりますのでここでいろんなこうデータが取れてこれがビジネスにも活用できるし地域づくりにも活用できるということになります。 そして実際ここにかなりの人が集まりますので人が集まるとこはマーケットが生まれるということで地域のローカルな地産地消型のビジネスあるいはナショナルなブランドの企業の方もこのサーキュラー型のビジネスというものが新しくここで生まれるのではないかと。こういうようなことで資源問題そして地域コミュニティのことそして産業とか防災防犯こういったものまで 重ねて解決できるというようなモデルを今考えて開発をしております大きく分けますと左と右の5条のコミュニティを形成するというものと資源循環ということになりますけれどもあの、まあ、先ほどから、えー、申し上げてます通り、まあ、社会保障福祉費は大変、えー、今何十兆というものになっていますけれども 一番重要なのはやはり未病というか病気の予防介護の予防ですよねで実際に今私どもはあの千葉大学の,あの予防医学の先生方とエビデンスを取っておりますで明らかにこの「めぐるステーション」のような取り組みを始めた地域では、えー、健康になったり幸福を感じたり地域に誇りを思うという人たちが増え、えー、優位に増えているというデータが今取れ始めていますこれは継続的な調査ですけれども そうなってくると、介護費用が削減できるというようなことが見えてきます。でそうすると、それがある意味、ビジネスにもなるというようなことを考えているところです。そして、やはり人々、子どもの見守り、お年寄りの見守りを含めて、居場所と出番とよく言いますね。みんなです、ね、子どももシニアの方も居場所と出番が必要なんですね。社会的なやっぱり居場所が必要です。それを作るということなどで、 サーキュラーエコノミーを通じて、いかにやはりその暮らしをサーキュラーなライフスタイルにしていくのかというようなことが、私、大変鍵だと思ってるんですね。サーキュラーエコノミーだけで単独では実現できないと我々は思っています。そういう意味で右側の、当然サーキュラーになれば自治体のゴミの処理、焼却のコストも減りますし、あるいは新しいサーキュラー型のサービスが生まれていくというようなことをぜひ実現したいと、こんなものでございます。 もともと我々わ震災後にです、ね、南三陸町という宮城県のところで始めてそして生駒市、奈良県ですねやってましたけれども今、都市でもです、ね、都市部でもこれは非常に有効ではないかということでお声掛けもいただいて今神戸市のですね、えー、元学校だったところでこのめぐるステーションというのを昨年の11月からやっております。 非常に多くの,あの方が訪れるようになって、まあ、いつも大変ここはにぎや,あのにぎやかに、えーまあ、人が来ております。で、まあ、これがあのかなりうまくいって、大変きれいなものも、例えばです、ね、ここでは歯ブラシのようなものも集めてますけれども、1か月、2か月すると、大変たくさんの歯ブラシが集まってです、ね、これをまあライオンさんとかサンスターさんとか、えー、もう一回それを資源として使ってもらえるような仕組み作りと、まあ、こういうことも実証的にやっております。 で今、あの90%以上の地域の方が継続してほしいということを言っていただいているので、まあ、来年度以降、市内で例えば10か所にまず広げて、いずれ100か所、えー、小学校区でいろいろと150か所ぐらいに広げていこうではないかと、まあ、こんな話をです、ね、神戸市さんとはしておりますで。こういう地域の動きを産業界から、まあ、一緒にやっていこうという動きを作っているのが、私ども、ジャパン・サーキュラー・エコノミック。 いいいパーートナーシップというものでございますでここで私一言だけ言うとこのものと情報と気持ちが巡る社会を作るということでものだけではなくて情報もそして人の善意とか利他の心といったものも含めて増幅するようなそういう仕組みを作ろうということで実際今、えーまあ、いろんな企業さんですね今現在で37社。 加盟いただいておりまして産業界からサークルラーを作りそれを地域と連携していくと縦軸横軸の動きを作ろうというようなことを現在取り組んでございますちょっと今日の,あの最後のページはですね後からの論点のポイントとして整理しましたけれども出たものをどうリサイクルするかという大量リサイクルモデルは、まあ、これまでのやり方ですけれども需要サイドこういったものを資源として使いたい。 でそのためにこういうものを生産供給するという一貫モデルですね需要サイドモデルというものがこれから鍵になるのではないかというふうに考えているところです、えー、時間が来てしまったので私からはとりあえずこれでと思いますどうもありがとうございますありがとうございましたあの地域人とつながっていくサーキュラーエコノミー大変あの興味深いお話でしたありがとうございました、えー、引き続き横浜市の関口様お願いいたします 皆さんんどうもこんにちは。私はですね、あの横浜市の中でですね、公民連携とかですね、民間企業やですね、大学研究機関の皆様方とですね、あのオープンイノベーションを推進する、まあ、そういう部署におります。で私のですね、まあ、の今日のですね、プレゼンションのテーマなんですけどもいわゆる私ども横浜市がですね、公民連携で今提唱しておりますサーキュラーコノミープラス。 プラスと言ってるんですけども、あのこれを通じて、ですね、いわゆるこの国ならではのです、ね、サークルエコノミーをですね、まあ、官民連携、公民連携でですね、どのような形で展開していくかということについて、まあ、10分という短い時間ですけれども、プレゼン,センショをさせていただければというふうにあの思っております。ね 早速ですがあの、まずですね、今回、このサーキュクル大ミプラスのです、ね、舞台というのがあるですね、私たちのです、ね、横浜市を理解するあの3つの特徴というのをですねあの、ちょっとお話しさせていただければと思います。横浜なんですけども、まあ、今人口が378万人、まあ、今ちょっと377万人、ちょっと減りましたがね、377万人を抱えるですね、まあ、日本一。 あの人口の規模であの大阪市と比べてもですね人口の規模は約1.4倍ということでちょうどですね政令市がですね4つ集まったような形でですね構成されている自治体となります。であのもう一つですねやはりあの非常にですね、まあ、幕末開港期以降ですね、まあ、日本の近代化をリードした、まあ、横浜商人というのがいるんですけども全国から集まってきたですね野心家の方々が港を中心にですねあの市民力で立ち上げた町ですので。 あのそういう意味では、ですね市民の方々が皆さん、シビックプライドを持ってらっしゃったんですね、まあ、横浜を愛してますとか、ですね横浜は、まあ、誇りを持ってますというですね市民の方々が大体8割以上ということですね、調査をするといたしゃということで、そうに非常にでは非常に市民自治やですねあの市民の方々の主体的なまちづくりの,の機運が非常に高い都市というふうに言われております。 えあの3点目が、ですね、あのー、いわゆるですね都心議員会部を中心にです、ね、いわゆるその重工長大型のですね大臣産業、門くり産業が、あのーまあ、集中しているんですけれども、この地図を見ていただければ分かる通りですね地域のですね約7割を占めているのは郊外部ですつまり東京のベッドタウンですので、その実はですね人口規模の割にはですね、 そのいわゆるその産業は希薄なんですね、実は横浜、例えば名古屋とか大阪に比べても、ですね非常に産業は希薄です。ということはどういうことかというと、ですね個人市民税、企業の法人税じゃなくて、個人市民税に自治体のですねあの非常に収入がですね、まあ、依存しているという、かなりいびつな財政構造を持ってますので。 これ人口減少とかですね高齢化が進めば進むほど、ですね高齢化が進めば進むほど、個人市民税に受信してますから、その収入がですね、まあ、どんどん減っていくんですね、収入がどんどん減っていく、それ,でそれに対して、ですねその1、まあ、つは、まあ、介護とか福祉とか、ですねそうしたですね分野の公的扶助費がですね増大していったり、ですねいわゆるその高度経済成長期にです、ね、整備した下水道とかですね上、まあ、水道、まあ、それからまあ生活道路みたいな、ですねいわゆる都市のインフラ のです、ね、維持工品費がです、ね、かかっていくということで,このままの,で、ね、このままの構造でいくとあの20年後30年後にはです、ね、かなり厳しい状況になる財政破綻するかもしれないというようなです、ね、実はです、ね、課題を抱えているということでいわゆるその我々としてはですね 今までのような、まあ、その20世紀後半型の,その、まあ、新しいもの、まあ、づくりとかですね、まあ、重厚、長大のですね、産業を基軸にしたその地域経済の活性化ということではなくて、ですね、まあ、じゃなくて、まあ、もちろんそのものづくり、まあ、重厚、長大の産業も大事なんですけどもは生活サービス産業というですね、生活サービス産業ということをあの、まあ、加えてですね、基軸にしながらですね、新しい地方創生のあり方を考えていこうということを今、あの 展開ししようとしているとてるそれでこの、そもそも生活サービス産業とは何かということなんですけども、これですね、実はですね20世紀後半のですねあのいわゆるその,、まあ、その女性はですね、まあ、家庭で家事育児をやっていましょう、まあ、介護しましょうということと、まあ、その働き手は男性でですね、まあ、横浜の場合、例えばですね東京は、ね、皆さん稼ぎに行ってもらいましょうというような家庭内のですね性役割分担の希薄化ということと、 あ,のまあ、あるもんで、ね、そので、それと同時に女性の晩婚か未婚かが、ですねこの21世紀になって非常に進展しましたので、非常にやはりですねあの今、単身世帯が増えてるんですね、標準的な各家族がですね単身世帯が非常に急上していく中で、21世紀になってから、ですね例えば介護犬制度がですね整備されたり、あの男女雇用あの均等法がですね改正されていく中で、まあ、これまでですねその、まあ、家庭のですね自助、共助、まあ、地域の中で、ですね女性が担っていた、まあ、無償の労働ですね、シャドーワーク、 学があの外部経済化してですね、まあ、生まれたものがまあ、生活サービス産業というふうにですね、我々れあの言い続けております。ここであの経団連の皆さんもですね、2015年ぐらいから言ってらっしゃることだと思いますし、あの実際にですね、この10年の10年のですね、あの産業経済分野、例えば金融とかですね、不動産とか建設とかいろいろ分野あると思うんですけども、分野の中で最もですね、横浜の中で事業種数が伸びてる、いわゆる就労者数が増えてるのは 医療や福祉、教育、子育て、育児をですね、中心とした生活サービス産業は断、ね、トツです、断トツに伸びています。ということは、まあ、これまでですね、いわゆるコストと見られていた、まあ、福祉の部分とか生活の部分、自治体がコストとしてやっていたものが、ですね、つまり産業経済化している。 でこの産業経済化した生活サービス産業なんですけどもいわゆるですね女性のシャダーワークが外部経済化してますので、まあ、女性が主たる担に手になっているということとですね、まあ、非正規労働者フリーランスの方々が非常に増大しているということになっていて、まあ、いろんな課題になってるんですけども、まあ、これがですね、まあ、どんな横浜市の課題をもたらしているかというとその、まあ、一つはまあ超高で単身社会ですね急速な進展によってです、ねあのまあ、非常にです、ね、ケア負担が個々人の市民の方々のケア負担 負担が増大しているということと、あのもう1つは、ですねその、まあ、20世紀後半に確立したですね、まあ、良い学校に入れば良い大学に入れるような、ですね、まあ、こういうですねあの、まあ、生涯安定して行われているような単線型教育システムとか、ですね推進雇用性が崩壊して、企、ま、業、あ、にです非正規雇用で,ですねフリーランスの方々が増えていく。でまあ、今のこのこ 循環型経済の中で言われているように、気候変動とかですね経済グローバル化とか、ですね最後の頻発に人材が進んでいくことによって、まあ、極めてですね、まあ、こうした生活産業の進展とでさまざまな課題が絡んで,で、すね、まあ、非常に横浜、ですね、まあ、大きなですね、まあ、課題と同時にですね新しい社会経済を生み出す可能性があると思うんですけれども、まあ、そんな中であの私たち、ですね、まあ、一つこうした生活産業のですねイノベーションということも含めて取り組んでいるのが、ですね、まあ、リビングラボというですね仕組みです。で これはですねまあもともと北欧から始まったあの取り組みなんですけれども。 我々はですね、このリビングラボをですね、その、いわゆるこれまでですね、ボランティアで担われていた地域活動をですね、その3、40代のですね、まあ、ボランティアでですね、高齢者や主婦の方々が担っていた地域活動をですね、あの、3、40代のですね、地域に根ざしたですね、事業者の方々のビジネスを通じて開決していこうとで、まあ、単体のですね、事業者の方だけじゃなくてこうした地域に根ざした方々がですね、NPO さんとか企業とかですね、大企業と結びつきながらですね、ビジネスを通じてイノベーションをてい 起こここしていこうといううととで,ですねリビングラボという拠点をですね今、市内でですねこ民間主体で、ですね民間の事業者主体でですね20近く、ですね今あのいろんなところで起こしております。でまあ、そ,んな中でそんな中でですね我々があの今打ち出しているのはこのサーキュラーエコノミープラスというですねあのビジョンなんですけども、あのーまあ、時間が来ましたのであれなんですけども基本的にです、ね、サーキュラーエコノミープラスというビジョンなんですけどもローカル・ローカル・サセル・デム・ムーペンとってと今までお話があったようなですね 物を中心とした、物や資源の循環を中心としたですねあの循環はもちろん、ですねこれ、あのいわゆるリニア型から循環型に変えていくってことあるんですけれども、あの今まで皆様方のお話があった通り、ことやですね、いわゆる人の人のウェルビーングをどう生かしていくかということで、パラレルキャリアとかですねヘルスプロモーションといった形で、生活サービス産業を基軸にした新しい循環型社会のビジョンをですね、リビングラボとともにいろんな具体的な事例を 起こしながらですね。進めているというのが、今私たは横浜市のですね。あのサークル大コンビプラスになっております。はい、すいません。ちょっと時間が少しお待ちし,しました。はい、はい、ありがとうございました。あの、えー、問題解決的なですね。あのポイント、えー、にあのビジネスチャンスが次々に生まれてきているまあ、そういったところ、大変面白く聞かさせていただきました、えー、最後にですね。えー、瀬野先生からあの。 以上のお,お話からですね、えー、感じられたところ、コメントをいただければと手短、一つ手短によろしくお願いいたします、はいえー、予定では5分いただいてたんですが、1分しかないそうなんで、それじゃあ、1分コメントということで、コメントというより、むしろ見ている皆さんに補足を申し上げるのがよろしいんではないかと思います。えー、今日来られれててるる方方は、えー、っとお申し込みされてる方 大多数が製造業関係の方だと伺ってますので、えー、とその方を中心に少し補足をさせていただきたいと思います、えーと。我々が今まで持っているある種の中心にする考え方、これセンタードビューっていうと、これは先ほど小林さんがお話しくださったように、リニアエコノミーからサーキュラーエコノミーセンタードビューに変わらなきゃいけないぞということがありますね。これが第一点です。 第2点だとしたらそのサーキュラーは一体どういうふうになってるのかこうぐるぐる回ってますよねぐるぐる回ってるんですがそれ今のお話大体の中心がリサイクルだったんですしかし今後非常に重要になるのは作ったあと使うというユースとリユースの方もこれまた重要になるぞこれを私はユース というふうふに呼んでますどういうことかというと、もの作りをして、物売りをする。これは供給側がやります。生活者は何をするものを使ったら、物を捨てるということをやってしまいます。これをいかにものを使い続けるかという工夫がこれから非常に求められると。こういうことですね。そうすると、どうなるんだろう。使い続けるためということは、片方では、 ゴミを出さないっていうことになりますよねじゃあ出すときはどうすんのゴミを資源としてみなそうということになりますでもこれちょっと間違えるとですねすべ、えー、てを資源ゴミという矛盾した言葉で呼ばなきゃいけなくなるだけどそうではないよっていうとこれゴミ屋敷を資源屋敷と呼ばなきゃいけないこういう話になるんですね あ,あんまり受けない。では、先へ行けます、えー。どうなるかというとですね、物作り直しとか、物作り替えとか、そういう、これは製造の新しい分野が出てくると、こういうふうに思った方がいい。製造技術をそういうところへ転用することがすごく求められるようになりますよということになります。そして、これについてはいくつかの やり方があるんですがまあこれは時間がないのでまた別の機会に、えー、させていただきたいと思いますが物,つ、えー、物剥がしとか物外しとか物、えー、ほぐしだとかいろいろな技術が必要になりますこれ狙い目ですよね狙い目ですよね物作りはそういう方向へもう一つあるぞということも、えー、この中から 考えていただけたら嬉しいなと思います。はい簡単な補足的コメントです。以上です瀬野先生、手短に大変分かりやすいお話、ありがとうございました。では、えー、続いてですね、討議の1に進んでいきたいと思います。えー、討議の1では、えーまあヨーロッ、サーキュラーエコノミーといえば、ヨーロッパ発信のですね政策というふうに見られておりますけれども、 日本的なサーキュラーエコノミーの在り方こういうものをですね、少し考えていきたいなというふうに思います今それぞれパネリストの皆様方からご発表いただいたお話聞いてみますとま世界最大規模のですね自動車メーカーさんであられるトヨタさんであっても愛とか地域とか 人中心というようよなお言もちろんその阿弥陀様もです阿弥陀さんもあるいは横浜市さんも本当に地域に根ざしたところでかあの活躍されておられる会社ですので、えー、まさにそういったところを地で行っていらっしゃるというところが分かったわけですが、まあ、そうしたサーキュラーエコノミーについて今後 日本が目指していくべきそのサーキュラーエコノミーの在り方、またそれぞれのお立場にとってです、ね、目指すべきサーキュラーエコノミーへと今進んでいるところにおける問題、あるいは今後出てくるような課題といったところについてお一人ずつお話を聞きたいお聞きしたいなというふうに思います。えー、最初にです、ね、お聞きしますのは アミタホールディングの佐藤様からお願いできればというふうに思います。5分ほどの持ち時間でお願いできればと思います。はい、えー、ありがとうございます。じゃあトップバッターということで。もう一度、あのこの最後に残したペーパーを少しご覧いただきたいと思うんですが、あの上の、まあ、今、特にヨーロッパ型という話もおっしゃってましたけれども、これはですね、まあ、 そんなに細かく、えー、回収をせずにある意味、機械技で力技で分けていこうという、まあ、なんとか選別とかいうことでですねそういうのが今、おそらく主流でそのために機械もいろんな機械が開発されているというようなことだと思うんですただ、このやり方はノーというわけではなく限界があるなというふうに思っています。 それをやっても純度80%から90%の例えばプラスチックにしかならないというような話もありますし、えーまあ、やっぱり半分以上が実際には焼却熱回収というところに回らざるを得ないというのがこれ実態ですね。でそうまあそれがあのいずれボトムとしては必要だしこれが多分ケミカルリサイクルということが技術が進歩してくるとこれが多分受け皿になるとは思うんですけれどもよりですね 言ってみれば発生元から分かれている状態、発生元からも分かれているんだというものを起点にするということで、全然この、えー、血の流れが変わってくるんだと思っています。で、これはまさに日本的というかどうかはともかく、丁寧に、ゴミってもったいないよねというようなものを丁寧に分けるという行動がですね、かなりできるというふうに思っています。で、実際に我々いろんな市町村でやってて、すべてでできています。 よく行政の方は、いや、そんなこと無理ですよって言うんですけど、<laughs> やってみましょうと言って、みんなやるんです。やれるんですねで。やれることが気持ちいいということになって、どんどんみんな持ってくるんです。でこれ、やってみないとなかなか分からないです。皆さん、ぜひ神戸に来ていただければと思うんですけども、で、それがもともと分かれているという状態であれば、まあ、それはもうあとささっと簡単に、えーとですね、チェックをするだけで、あとは洗ってもそのまま素材になるというようなこと。で どういう素材を提供するかというと必要なクオリティの必要な素材を元に戻すことができるこれこそがですね本来のサーキュラーだと思うんですリサイクルではないサーキュラーだと思うんですねでその時のポイントというのは作る時からそもそもサーキュラーを前提としたものづくりをどうしていくのかあるいはサーキュラーを前提としたビジネスモデル にどういうふうに転換していくのかというところがですねあのやはり肝になると、まあ、そういう意味で我々は JSEP という、えー、組織も立ち上げているわけですねなので右下に書いてありますけれどもこういう,こうやり方をやると水平に近い水平とは言いません水平に近いマテリアリサイクルがかなりの部分で可能になるものも出てくるでもそれをもっとやるためには製品や容器包装のです、ね、そもそもデザインを変えないといけない 炭素材化や土材の素材材化化やのの統合化ですねで。さらにそれを言うと、えー、それではコストがかかりすぎるんだったらリユース化に持っていこうとあるいはシェア型に持っていこうということのドライビングになるはずですより上位概念のサークルエコノミーに行くというビジネスドライブになるはずだと思っていますでそれがないと大量リサイクルモデルをどうするんだっていう話で,です、ね、一方通行今度は静脈の一方通行で終わってしまうんですね。 そうではない、ぐるぐる回り続けるサークュラーというのはどうするか。でそのためには、メーカーのものづくりから、それから最後の消費者が自ら一手間かけてでも元の資源に戻すんだというところのリンケージが、こ連携が絶対に不可欠だと思うんです。そんなものを1億2千万人がやるのかっていう、そこに挑戦することこそ、先ほど小林会長がありましたけど、諦めずに、そこの社会システムの構築も、 非常に重要な挑戦課題だと思ってます技術もそうですしでそこにです、ねまあ、我々も今挑戦をし始めておりますし、まあ、この辺は私まず日本人は、えー、できると思ってますし、まあ、実は我々このモデルをパラオ共和国でもあのやろうと思って実際一度分別やってもらったんですけどむちゃくちゃよく分別していただいてます <laughs>、えー、私も驚くほどみんなちゃんと分別してくれますそうするとこれは、えーまあ、世界的にも 穴がち広がらないモデルじゃないんじゃないかなとまいうふうにも考えておりますさて私からはあのまずはそんなところで問題提起方々、えー、お話をさせていただきました 佐藤様ありがとうございました。私もあのヨーロッパのリサイクルの現場、たくさん見ておりますけれども、えー、日本の容器放送リサイクル法ほど、あのえー、市民のです、ね、役割分担というものが明確な法律はないのかなというふうに感じました。えー、じゃあ引き続き続横浜市の関口様からお願いいたします はい、私もですねちょっと最後の,あの表をです、ね、見ていただきながらですね具体的にじゃあこのリビングラボを通じてですねどんなサーキュラーエコノミーの取り組みが生まれているのかということをですね具体的なちょっと事例をですねお話をしながら。 あのちょっと語ってみたいと、まあ、あの可能性と課題について語ってみたいと思うんですけども、例えばですね、こちらで書いてあるような、まあ、横浜オリュープ,プロジェクトっていうのがあるんですね、これ、まあ、横浜、実はですね結構実、あの都市農業が盛ん、まあ、大都市だと言われながら、都市農業が盛んなあの都市でしてあの、郊外部に行くと、ですね農地と住宅地が隣接して残されてるんですね。 ただですねやっぱりあの先ほどお話ししたみたいにですねその人口減少と、まあ、あの超高齢化が始まっていますのでいわゆる不耕作農地 休耕地がですね、まあ、どんどん増えてきてしまって、農家の方もですね、高齢化して、ですね、なかなかやっぱりですね、農業できない、後取りもいらっしゃらないという形になっているんですけれどもあの、それをですね、やはりですね、オリーブを栽培しようと、オリーブを栽培することで、なかなかですね、日本あの、オリーブ小豆島しかやってないと思うんですけども、日本でやってなかったオリーブを横浜で栽培することでですね、もう一回農業を活性化しようと、休耕地にですね、オリーブを植えて、まあ、その上でオリーブって結構換金性が高いですし、来緑自産業化しやすいので、 活用することで、あのー、要は。あのー まあ、の都市農業の新しい形を示そうというですね、まあ、リビングダブでプロジェクトがまいたんですね。で、まあ、このオリーブを栽培している方々、まあ、農業者の方々なんですけども、農業者の方々が組合を作られてですね、あの一般社団法人資産研究開発機構という組合を作られて、実際にですね、4年前からこのオリーブ栽培に取り組んでるんですけども、なかなかやっぱりうまくいかない。で、本当に試行錯誤、まさにリビングダブですね、実験を繰り返した結果ですね、分かったのが、分かったのがですね、実は有機対比ですね。 生ゴミとかですね、まあ、その剪定紙をです、ね、堆肥化したですね、有機堆肥を使えば、オリーブが育つということがですね、あの2年ぐらい前に分かったんですね。で、あのそうするとですね、農業者の方々と資源循環をやってらっしゃるですね、資源循環事業者の方々が組んで、ですね、さらに食品とかですね、あのいろんなサービスをやってる方が一緒になって、実はプロジェクトが始まって、今、今ですね、3万平米の休耕地がこの2年間でオリーブ分け点に変わりました。 で、いよいよですね、今年から商品化しようと思ってるんですけどそこで、そこで一つ大きなポイントになってるのは、これ有機堆肥だけじゃなくて、ですね、プラスチックも今、堆肥化される技術を、実はその横浜の北部青葉区には、ですね、三菱ケミカル様のですね、研究所がありますよね、で今日私です、ね、本当に小林会長と出会って、ね、すごい感動してるんですけども、実はこのオリーブのですね、プロジェクトに、三菱ケミカルの研究所のですね、所長さん、皆さんも飼わってくださったんですね。一緒にやっていこう 地元のですね農業者の方が資源循環局の資源循環関係の方々が地元の方がやってるるですね研究の方と一緒になってですね新しい堆肥を作っていこうで横浜のオリーブをやっていこうということで関わっていただいているこういうですね本当に多様な主体がですね一緒になってこれまでできなかったことをやっていくこういうイノベーションを起こしていくことがやはりですね日本型の私は あのサ,ークーのサークルエコミよくはマガトンサークルエコミだというふうに思ってますので、あの今日こうやってですね感謝の言葉が述べられて良かったと思います。久保井会長本当ありがとうございました。はいということであのもう5分来たと思いますので私のちょっとお話は終わりにします。はいあの石橋様ありがとうございました。あの地域の問題解決と同時にそのビジネスチャンスを生み出して域内のそのお、えー、市場ですね創出するという大変あの面白い取り組みありがとうございました。えー、続いてですね。

私はあのウーブンシティ先ほど少しご紹介いたしましたがそこのまあ3つのコンセプトがあのサキラエコノミーを目指す上でも役に立つのではないかなと思いますのでご紹介させていただきますあの一つが人中心ということもう1つが実証実験の町そして最後が未完成の街ということでございますあの人中心と申しますのはその技術がこう人に置き換わっていくということではなくてまあ、人の能力をこう解き放 してポテンシャルを上げていく。 そういう技術をつくあの使っていきたいということでして、まあこれはあのトヨタグループの創始者でまあトヨタ先知洋がですね、人を機械の万人にしないということで任命のついた自動化をまあ考えたんですが、その思想を脈々とまあ受け継いだものだというふうに考えています。人の幸せや環境と、まあ、経済を両立していくために、まあ、新しい技術を導入していくだけではなくですね、やっていくっていうことかなと思っております。 もう一つ、2つ目が実証実験の街ということでございますが、これはまさにリビングラボでございますウーブンシティっていうのは、その特に日本で今、課題を持っていらっしゃる高齢者の方、それから子育てファミリーの方と、まあ 発明家の方に一緒に住んでいただいてですね、課題解決をその場でやっていこうというふうに考えております。であのデジタルツインと申しまして、シミュレーション情報をリアルにの街、まあ、と同じようなものをデジタルでシミュレーションもするんですけれども、やはり課題解決にあたってはですね、リアルに 考えていくっていうことが、まあ、あのシナジーもあればトレードオフもあるっていうことも含めてですねうまく分かって解決していくれるのではないかなというふうに考えています。で最後があの未完成の街ということでして、まあ、これもあのトヨタの改善、まあ、英語ですとあのコンティニアスインプルーブメントなどと,と言っておりますけれども改善ということとつながっております。で今はやはりあの 高い目標を掲げていくときに、ですね、まあ、そこからバックキャスティングしてやっていくことを考えようという考え方が重要だと言われておりますし、あの実際そうだとは思うんですけれども、まあ、一方でですね、あのこうい 不確実性が非常に高い中で,です、ね、最初に決めたやり方が必ずしも正しいとは限らないなというふうに思っておりまして、まあ、安易にこう正解を決めつけないで、より良いやり方をこう模索しながらです、ね、ずっとずっと終わりがないものをこうみんなでまあ探索、模索していく、そういうやり方がいいのではないかなというふうに考えております。 はい、ありがとうございました。あの自動車メーカーからですね、えー、モビリティカンパニーということで、まあ、今までのものづくりを超えたまああの、えー、新しいあのビジネスの開発の方法についてあのお話しいただきました。ありがとうございました。えー、最後に瀬野先生また、えー、コメントを一言お願いできればと思います。はい、えっ、ー、と予定は5分ですが、今度は何分ぐらい。 あいいですか <laughs> ありがとうございます。それではあの少し、えっと、ここでも補足的なコメントをさせていただきたいと思います。あのお三方ですね、あの大変あの興味深い、し,しかも我々で生活者に根付いたあの距離でお話をくださったわけですね。えっと、私は役目上そうすると、補足すると少し俯瞰的な話をさせていただくということになろうかと思います。 で、おそらく、えー、とそれは3点あるかなと思っています、えー。第1点はですね、えー、とお題の日本的 CE どうすんのということですが、私は日本は資源大国、資源立国を目指すべきだとこう考えています。通常、資源大国というと鉱山を持っているとか油田を持っている国が資源大国と呼ばれるんですね。実際そうですで、す、えー。 日本は資源がないと言われてました。ところがですね、よくよく考えてみると、資源循環をしていくと、いろいろなクリティカルマテリアル、日本では、えー、レアアースなんて呼ばれてるものですね、今もう大変な高騰になってます、戦争のおかげで。しかしそういうものを都市鉱山として再生することが可能になりますね。これは資源循環大国化を目指せると。 いいうこととが言えると思いますそしてその時に資源循環立国ができるだろうすなわちそこで培った技術だとか制度だとかあるいは、えー、社会文化の在り方だとかこれらをセットにしてそしてそれらがない国まだ未発達の国に提供することによって稼がせていただくとお手伝いをすると,とともにそれに適した稼ぎをさせていただく。 これは私は可能になるんじゃないか。それが可能なのはおそらく欧州と日本だろうというふうに思っておりますえ。ここで日本が踏ん張れるかどうか、日本的死の在り方の一つの方向性はそっちにあるんではないかと、こういうふうに思うわけです。第2点は、その時にですね、我々が考えるべき、これは私は提案しているんですが、循環権という概念を考えてみたいと思います。循環権、これは証券とか 何かっていうエリアということですけれどもこれ例えばねペットボトルをどれだけ集めたらケミカル処理ができるんですかマテリアルリサイクルができるんですかこのサイズと鉄くずは同じですか違いますよねあるいはウェアこういうアパレルを集めてそれを再生資源にするこのサイズもおそらく違ってきますよねそうすると物ごとに 全部違ってくる循環圏のレイヤーが見えてきます。さあ、そうするとどういった循環圏が最も効率的効果的なのか。例えばそれの間を C O 2を排出しながら物流があったら困るわけですね。さあ、そうするとどういうサイズが一番適切でそれをどう組み合わせるか。流行りの言葉で言えばシステムオブシステムをどう全参入するか。これが勝負になる。 さあそうすると3つ目今度はその時にどうデザインをするのかということですがこれをどう産学官公民が役割分担をしかつ連携をしながらデザインをしていくのかそうですねそうするとこれは先ほど言ったような物晴らしがしやすいような車の作り方とか物ほぐしがしやすいアパレルの作り方とか いろんなことが考えられるはずです。そういうものとかねてですね全部プリデザインあらかじめデザインしていくことが必要になるのでそこへ向かっていきたいねさあそうするとどういうことが起こるだろうかあるべき姿がこっちにありますこっち側に現実がありますよくバックキャスティングだっていうことが言われてるんですが大抵の場合はバックキャスティングをしただけでいやーそら無理だよで終わっちゃうんです 重要なのはバックキャスティングした後でそこへ向かっていくロードマップを書くことです。このロードマップを書いて次々に順番に進めていくというやり方が必要です。これをですね、どうやって国民全体というか、山岳観光民が連携するか、これが求められているなという感じがします。そしてその時に 製造業の方が今日お聞きになっている方が一番多いというふうに伺っていますので、申し上げると、ぜひですね、先ほど申し上げたようなものづくりだけではなく、もの作り替え、もの作り直しだとか、あるいはもの剥がし、外し、ばらし、ほぐし、そういった技術をあらかじめプリデザインするように考える、そういうふうにしてほしいというのが一方であります。もう一方でですね、 これから当然サービス産業が必要になってきます。どういうことか先ほどのトヨタさんもそうですよね,ね。サービスセンタードビューでものを考えなければならなくなっていくる。ですからサービスの勉強をきちっと始めないといけない。サービスビジネスモデルの勉強を始めなきゃいけない。2つ目、政策的には ユースやリユースの産業育成をうんとやらないといけないこういうふうに思うわけですなぜならばリユースリサイクル俗に重要脈産業と言われているもの欧州は数兆円規模の産業がいくつもあるんです日本は非常に小さいところは一生懸命頑張ってらっしゃいます私はこの産業育成も今後の大事なポイントではないか こういうふうに思うわけです。はい、ということで。以上です。ました、えー、引き続きですね、えー、討議の2に入って参りたいと思います、えー。こちらに今お示ししたあの図について、少しご説明をさせていただきます。えー、今までのところ日本およびそれぞれのお立場でですね。サーキュラーエコノミーの在り方。 課題についてご発表ならびにさまざまなご意見をいただきましてありがとうございました。日本生産性本部では本日のパネリストの皆様を含めまして多くの方々にヒアリングをさせていただきました。その結果、日本が目指すところのサーキュラーエコノミーというのは社会と経済が一体となってモノ・サービス・金・情報・人材がですね 再生循環するところのですね、サーキュラーソサエティというものがではないかなということを考えた次第です。まずこの大きな左手のですね桜のところについて少しご説明いたしますけれども、まサーキュラーソサエティでは地域の社会経済を基礎に製造業し それから資源再生業、サービス業、生活者、そして大学等の研究機関がですね一体になって、再生循環を進めるサーキュラーエコノミーを含めた社会の仕組みというふうに考えたわけです。これれれらの主体をですねそれぞれつなぎ役として コーディネーターというふうに書いておりますが、これは時にプラットフォーマー、あるいはインテグレーターといったふうに呼ぶ場合もあるかもしれませんけれども、このコーディネーターの役割というものが非常に重要になるというふうに考えました。加えて、ここにあります投資家、それから保険業、地方自治体といったところが、この仕組みのへの移行というものを支援していくと。 このサーキュラーソサイティといったものを回すことによって、カーボンニュートラルであったり、あるいはウェルビーイングといったところを、環境面だけではなくて、経済および社会面の価値もですね実現するところを目指していくということでございます。またたたこここちらの右の方の右方ですね小さな桜こういっっところにには地域が相互に連携をしあったりしりて ものやサービスによっては、より広い地域にわたった循環を作っていくところの仕組みというものも必要であろうと考えております。さらには、右にございます、この地球のところですけれども、日本のサーキュラーソサイティの仕組みといったものを、海外にも普及するなどして、ですね国際連携にも期待したいなと思っています。 そこでパネルディスカッションの最後になりますけれどもここにお示しいたしました図をご覧いただきましてパネルリストの皆様方で考えるサーキュラーソサイティの未来将来的な像といったものを そううしたたたお考えを聞かせいいいいだきたいというふうに思いますまた、前段において、ですねご発表がまだ足りなかった部分、あるいは言い忘れたこと、まあ、そうしたことも含めまして、結構でございますので、ご自由にですねご発言いただければなというふうに思いますが、時間が結構タイトなので <laughs>、順番に失礼させていただこうと思いますが、まずあのトヨタ自動車のお塚様、最初にお願いできればと思います。 ありがとうございます。あのー そうですね。私ども行きますと、先ほど申し上げました。まあ、今まで製造業という立場だったのと、この中で言うとサービス業のところも担っていくということで、あの先ほどはかせの先生に教えていただいたように、いろんな発想の転換が非常に重要だなと思います。で、その中であのまあ、プレゼンテーションの最後に申し上げました。けれども、なんかその大きくでもえ、何か大きくシステムを変えるぞという風な入り方ではなくてですね。やはり地域の皆さんと一緒にあのコミュニティの方？方 中で町の一部のとなって取り組んでいくというこういう姿勢でやっていくことはですね大事ではないかなというふうに思いながら拝見しておりましたあの、まあ、昔からですね環境問題はスインクローカリー、アクトローカリーと言いますけれどもスインクローカリーアクトローカリーから、まあ、グローバルへと。 いったチャレンジがこれからのサーキュラーエコノミーではですね。あの、非常にいいまあ、求められるアプローチなのかなというふうに聞かせていただきました。ありがとうございます。じゃあ続いてですね。あの、佐藤様お願いできればと思います。はい、ありがとうございます。 あの大変あの素晴らしい整理をしていただいたんですけど、私はサーキュラー型エコノミーのために3つあのポイントを申し上げたいと思うんです。1つはやはり分散型、これさっき小林会長が言われて大変私も心強く思いましたけれども、分散型であることをですね、サーキュラーは分散であればあるほど効率が良くなるという性質を持っていますし、 まあ、あのヨーロッパももちろん、だからこそ地域に中国依存ではない地域経済が活性化でき、雇用が生まれるというあの、まあ、産業政策なわけですね、サークルエコノミーは。まあ、そういう意味でも小さい方が効率的であるという、まあ、分散型であるということが1つ目で、2つ目が複合型であることですね、やはりあの一社一社でやろうと思っても、これ、大変、もうコストエフェクティブのでも全くないし、素材ごとにやろうと思っても、これも大変。 アイテムごとにやろうともそれは大変。もちろんペットボトルはできています。でも、ある意味、残念ながらまだ例外的にできているというものですね。これはどう重ねていくのかっていうことで、効率化ができるということだと思っています。で、これは、えー、リサイクルに限らずあの、素材に限らず、先ほど申し上げたとおり、社会課題も縦割りで解決すると膨大なコストがかかります。介護は介護、ゴミはゴミ。 それを重ねるということで、これも社会課題解決も複合型であるべき、これが2つ目ですね。で、3つ目がですね、やはりそのエコシステム型であることだと思います。あの、まあ、サプライチェーンとよくまあ言いますけれども、その業界ごとのサプライチェーンだけでは、やはりそのどうしてもサーキュラーならないことが多いと思いますし、やはりそれは斜め横、縦横、斜めがまさにウェブのようにですね。 エコシステム型生態系のように見ていくと、あ、ここの無駄はこっちの資源だねとかですね。ここで使ってたものはこっちで使えるねというようなですね、あのまあ網の目のようなエコシステム型、この連携がこれから大変不可欠になってくると思います。でその中には当然自治体だとか、あるいは本当の一人一人の市民も含めてですね、これがいかにこうまあ 当たり前なんですけども自然生態系はエコシステムなので改めてそういうようなエコシステムが働くとというのがやはりサーキュラーエコノミーでは重要だと思います、まあ、ですのであの一言で言うとその、まあ、これまでスケールメリットですね大規模になることで効率化をしてきたものをそれよりもこうスコープですね範囲を重ねる広げることでスコープのメリットを出していくというようなあの社会に、えー、やはりなっていかないといけないなと。 いうふうに思います。もう一回言いますけど、分散型であり、複合型であり、高指数型であると、まあ、いうことがキーではないかなというふうにちょっと私は思っております。ありがとうございます。ございました、えー。分散型っていうのは大変あの久しくいお話だったと思います。 えー、ものの経済からサービス中心の経済に移るということは、まあ、それだけその企業や経済活動というものが、顧客や市民のです、ね、近くに移っていく、そしてそれをタイムリーにです、ね、うまく支えていくところのエコシステム、コネクティビティといったものが生まれていくということが重要だという話に受け止めさせていただきました。ありがとうございいいいまますすではあの関口様続いてお願いいたします はい、あのー、このまさにですねこの桜の花びらのですねあのサーキュラーソサイティの構想図って本当に我々あの横浜市もですねものすごい共感します。であのー、我々で言うとですねまさにこのコーディネーター、まあ、地域においているコーディネーターがですねいわゆるリビングラボ。 先ほど話したようにあの地域のなりわい企業を中心とした、ね、NPO 様とか大学研究機関とかです、ね、もちろん行政も一緒に入ったです、ね、あのリビングラボがです、ねまあ、まさにコーディネーターになりながらあのこうしたです、ね、桜の花びらをです、ね、まさにエコシステムのような形でし回していくということだと思うんですけども横浜全体でいうとです、ね、やはりこれ横浜市役所ということになろうかと思うんですけどもこれが そういう意味では行政のあり方がですねまたも根本的に変わっていかなきゃいけない、つまりこれまでですねサービスの供給主体であった、執行主体であった行政がですねいわゆるプラットフォーマーになっていく、つまり民間のいろんな事業者の皆様やですねあの大学企業の方々、生活者の方がここに書かれているような、いろんなですねあのステークホルダーの方々、担い手の方々がですね生き生きとですね社会経済活動が動けるような仕組みを作っていく。 そういういですね、プラットフォーマーに行政がなっていかなきゃいけないっていうことだという,ふうに思っておりまして、まあ、そういう意味ではですね、プラットフォーマーとしての行政転換みたいなものをですね、この花火だというのは促しているんじゃないかなと,いと。それともう一つ、ですね、私は非常に基本的なポイントとして先ほど私お話ししました、このままのですねあの、人口減少、高齢化が進んできて産業構造でいくとですね、横浜市もものすごい厳しい財政状況になります。その時にですね、 事業をするにあたって市,税、まあ、市民の方々がですね納めていただいたお金をですねあの活用するだけではですねとても持たらなくなるそれで私どもですね、まあ、令和4年度の新しい試みとして企業版ふるさと納税のですね、仕組みを活用させていただきましてそのリビングラボを通じた地域循環型経済の推進というですねあの予算 案を今出させていただいて、司会の議論を経ていただいているんですね。これどういうことかというと、企業分不施設納税というのはです、ね、横浜市以外に本社を持つ企業の皆様を,のをです、ね、やはり対象としておりまして、横浜市という意味の横浜のです、ね、リビングダムの取り組み、地域循環型経済を目指している取り組みに投資してください。 寄付をしてくださいというのではなくて、投資してください。で、一緒にですね横浜のこのフィールドをですね活用しながらですねあのー、サーキュラーエコノミー、日本型の、まさにの桜の花びらが象徴するような日本型のサーキュラーエコノミーをですね横浜から作っていきましょう。これ横浜だけにとどまる話じゃないんです。横浜からですね国連に書いてあるようにですね他の地域に、そして全国に世界に広げていこうじゃないか 私たち今ですね、ケニアとかですね、例えば南アフリカのです、ね、都市とサイクルレーコミューミングを見るようにしています。まあ、そういう点では、皆さんと一緒にだってですね、新しいですね、日本発の,のサイクルレーコミューミングを世界に向けて発信しようじゃないか。あのトヨタさんもですね、愛知もいいです。でも横浜に通してください。アミダさんも声もいいです。ぜひ横浜に通してください。あのー、三菱県民間様 <laughs> 研究所あります。今度新しい研究所できると思います。 横浜に投資くださいこの500人以上の方、今日聞いてらっしゃると聞いてますけれども、横浜に投資して、横浜から日本の産業で組みをですね世界に発信していこうじゃないですかというですね予算を、第4年度、ですね多分全国で初めて僕らやりますから、ぜひ皆さんと一緒にやっていきたいと思いますはいはうございました、あのー。今のの話聞いててまして自治体の行政マンが 営業マンにになるのかといいいいうぐらいちょっとあの印象深いお話伺いました、えー、まあヨーロッパの状況なんか見てますとです、ね、あの大変あのポイントになっているのは都市同士のですの SDGs のランキングというのが毎年出てますがこれでいかに上位に食い込むかということがもう本当に都市同士の競争としてものすごいあの激烈になっているという話を聞いたことがあります。 今、お話を聞いたその関口様のお話などはですね、その経済価値と環境価値を一体化して動かすところのですね、このビジネスモデルの創生と、こういったところを狙って、都市をまさにですね、盛り上げていこうというお取り組みだったというふうに感じました。本当にあの楽し、あの面白い話、ありがとうございます。では、また最後になりますけども、瀬野先生、あの、起された時間、<laughs> あの精一杯 <laughs> お願いします。よろしくコメントお願いします。はい、ありがとうございます。 また補足的コメントをさせていただきます <laughs> あのありがとうございましたこれ拝見してですね最初すっごい心配したんですよえ桜の花え、1週間でちっちゃうのかよってこう思ったんですけれどもよくよく考えてみたら桜の木というのは継ぎ木して差し木して増えていくからこれを次々に横展開する もう先ほどの関口さんも佐藤さんも大塚さんも話されたように、それぞれでやってる試みを横展開しようねっていう意味でお作りになったんだなと、好意的に解釈をいたしました。で、えー、それに関してなんですけれども、えー、と私、ここに書いてある図にあるとりですね、やっぱり産学、官、公民の連携が必要だということは、先ほど申し上げたように、役割の分担と、それから関係づけをどう,う,う考えていくか、えー、ここですよね。 でえー、っとこういうふうに大きく産業モデルが変わる、ないしはビジネスモデルが変わる、あるいはイノベーション、必ず必要なもの、これはですね技術と制度と社会文化のこの3つなんです。この3つがそれぞれ連携しながら、実はパラダイムは動くんです、えー。これは我々が、あのまあ、私なんかは未だにだに東大の大学院でそういう話をしていますけれども、 そういうう。いい。いいい。つがが関連すするんででね。技術だだけけも動かななな度度きちっっととしてろここで出てくるのがもう日本は制度的にイノベーションを潰しやすい体質を持ってます遅れて遅れてイノベーション生かすも殺すも制度次第っていう私はキャッチを作ってますが幸いなことにここのところアジャイルガバナンスという動きが出てきました。 このアジャイルガバサンスって言ったら素早くいろいろな制度的対応しようが、ね、まあ、経産省が委員会なんかも作って、私も議論してましたけども、そういうことなんですが、これはどういうことかというと、別に法律を急いで作れということだけではなくて、ハードロー、いわゆる法律的な、いわゆる法律、法律のものから、ソフトロー、例えば標準だとか、認定認証だとか、 ガイドラインだとかそういうものも駆使してそれらの組み合わせでイノベーションを方向づけようねあるいはそれを支援しようねってこういう動きなんですねでこれが巧みなのは実は欧州ですねご存知の通り国際標準なんかがすごいですサーキュラーエコノミーになったらどこを再生資源として認定認証するのかとかですねどうやったらリユースと認めるのかとかですねもう最近はまあ 電気自動車のバッテリーについて恐ろしいような指令が出ました。向こうはあの欧州委員会が指令を出して、えー、それを各国が法律で批准するという、まあ、これは北川さんの大専門のところですけれども、えー、そういう動きが出ている。これがですね、もちろんバッテリーだけではないですよ。生活用品に至るまで全て出てくる可能性があります。その時に我々はそれを心構えをして、準備をして、できれば、 最初に我々はそこにちゃんと関わっていかないといけないねということだと思います。これが制度的な側面です。社会文化。この3つ目ですね。これが極めて重要です。今までのお話にあったように市民の皆さんが、生活者の皆さんがこれを受け入れてくれるか。こういう話ですね。ここの時に私はよく言うのは CE、サーキュラーエコノミーは 3R じゃなくて 2R だよって言います。何ですか ?Respect。 リジェクトです。リスペクト。さすが三菱ケミカルだね。ってこう言われるか。さすがトヨタだね。と言われるか。逆にとあろうものが。と言われるか。この評価の境目になってくる。それが ESG 投資にも響いてくる。こういう話です。さあ、そういうふうになった時に、特に若い世代。Generation Z だとか、ミレニアム世代だとか。 日本だったら何ですか私は最近言い出してるのは日本で今や小学生も中学生も高校生もみんな SDGs 教育受けてるんですよ。もう昭和のおじさんの感覚で話はできません。SDGs 世代が日本では育ってきているんです。さあその人たちにちゃんと昭和のおじさんとして胸を張って答えられるかどうかこれが極めて重要だ。 思いますあごめんなさい昭和のおじさんだけじゃなくて昭和のおばさんも言えないといけないですね、はいえー、今だ男女均等にしましたあだけではいけないのかな <laughs> もういろいろありますがそしてですね最後に申し上げたいのはその時に先日もちょうど東京大学の大学院の私の授業が終わった時ですね何でもいいよって言ったら大学院生たちが「先生やっぱりさっき焼けるのに理念的にはわかるけどそれでコスト高くなってみんな買ってくれるのかな」ってこういう疑問をしました。 私の答えはそれは買わないよわかりますか生活者の感覚でいちいちそれで買うか買わないかもちろん買ってくださる既得な方もいらっしゃるしかしもっと重要なことを我々は忘れてはいけない先ほど言った認定認証のものしか市場には並ばなくなるってそういうことですそこのところを間違えてはいけないつまり 選択肢の中に入れるか入れないかの競争がいよいよ始まるぞということです。その中で、まずそれを選んでもらうかもらわないかの前に、その選んでもらう選択肢に入るか入らないかの競争がいよいよいろいろなレベルで、全部のレベルでおそらく始まるだろう。こういうことを我々は覚悟しなくちゃいけない。そういう時代に入ってきたんだろうと思います。はい。以上で。 はいありがとうございました、はいえー、もう時間が過ぎておりますのであのパネリストの皆様方本日あの非常にタイトな時間の中ご協力いただきありがとうございました、えー、瀬野先生もありがとうございました、えー、本日のシンポジウムを通じましてサーキュラーエコノミーとは ものづくりやリサイクルに携わる方々だけではなくてさまざまな立場の皆様が参加して連携し環境への貢献のみならずですね経済的社会的な価値も生み出して次の世代につないでいくこと それが重要だということをご理解いただけたのではないでしょうか、えー、本当にあの理想的なサーキュラーソサイティということを考えたらですねそこに至るにはまだまだたくさんの課題を解決していく必要がありますが、えー、本日ご参加いただいた皆様方とあの日本生産性本部はですねご一緒に一歩ずつ進んでまいりたいというふうに思います、えー、本日はお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました ご登壇の皆様どうもありがとうございました今一度大きな拍手をお願いいたしますありがとうございました